はい、こんにちは。まえチャンネル前原です。はい、今日は妖怪ウォッチですね。うん、昨日いろいろ買ってきましたね。うん、まずこれが、おしゃべり&お着替え妖怪シリーズでしょ。うん、それのジバニャンとウサピョンだね。はい。ジバニャンはこのフードと、フードじゃない、これハチマキだね。ハチマキと、ハッピが脱げて、うん、あ、脱げるのね。うん、で、このウサピョンは、ヘルメットがポンって抜ける。あ、そうなんだ。それでお着替えしていいですか。うん。なるほどね。それと、妖怪メダルバスターズの第1幕。これ6パックゲットしてきましたね。うん、はい。それと、ゲラポスティニーバスターズの創刊号だね。うん。これもゲットしてきました。これは、プリズンブレイカー B メダル。これが入ってるみたいですね。うん。なんとなくあれだよね、これ。人面剣っぽいんだけど。人面剣だよね、そうだよね。だってね。手にね、鎖ちゃんとついてるんだ。そっか、脱獄したんだ、あの人やっぱり。うん。じゃあまずどれからやっていきましょうか。うん、じゃあこの2つかな。この2つ、うん、分かった。じゃあこの2つからやりましょうか。はい、はい、じゃあまずこちらから開けていきましょうね。はい、あ、かわいいね。うん、はい、はい、取れた。分かった。おー、ニャー KB 命って書いてあるんだ、これ。え、ここに。で、後ろもハッピーのところにニャーケービー命って書いてある。うん、これちょっとハチマキずれちゃってる。すごいよ、箱のこっち側にもほらニャーケービーって書いてあるじゃんと。うん、ありがとうにゃん、大好きにゃんって書いてある。うん、またこれはこのお尻のとこからさ、それ取り出すんだよね。うん、で、絶縁シートを剥がさなきゃいけないんだ。あ、これ取っちゃってください。はい、で、ここは問題だよね。押さないようにしまなきゃいけない。ゆっくりと押したら困るね。よし、オッケーオッケー、なんなかったよ。ちょっとずれちゃったね。ありがとうにゃん、大好きにゃん。あ、行っちゃった。ごめんごめん、鳴らしちゃったよ。はい、じゃあ鳴らしてみましょうか。はい、はい、俺っちの修行の成果見せてやるにゃん。おお。今日の俺っち、なんだかイケてるにゃん。車にも勝てる気がするにゃん。あ、いろいろ間に音声加わってるね。俺っち、ニャー KB のファンクラブ会員ナンバー7番やん。ニナニャー。よし、でもこれあれ何回かやってるとさ、またシークレット音声みたいなのが出てくるんでしょ。うん、あ、スペシャルフレーズが出てくるんだって。うん、うん、これがジバニャーのニャー KB バージョンだね。うん、はい、で、もう一つウサピョンも開けてみましょうか。うん、はい、今度は、はい、私の次、クボール。ウサピョンの方は、ウサピョン宇宙人じゃなくて妖怪ダニーって書いてある。同じようにそこからこのモンスターのやつ取って、で、絶縁シート取ってください。はい、そしてまたしまいますと。うん、じゃあウサピョン鳴らしてみてください。はい、てめえ、わざとやってんのに。あら、こんな感じなのウサピョンって。うん、あ、いきなりベイダーモードになりそうな時の音声。あ、そっかそっか。みーは諦められないのに。ウサピョン、宇宙人ではなく妖怪なに。これか、さっきのセリフね。うん、そうか、そうだに。ミーがロケット作れるに。わざとやってんだに。ユンは SF 大好きだに。よく見たらさ、目がすごい二人とも似てるね。あ、そうだね。こういう目で、こう両方とも可愛いね。うん、うん、声も可愛いし。うん、そうか、でもベイダーモードのね、これがあればよかったの、顔のところが。うん、ねえ、うん、ベイダーモードは、うん、黒くなって赤い目だよね。赤い目がここにジュッてジュッて出てる。そうそう、これ変えられればよかったのね。うん、うん、はい、それでは続いて妖怪メダルバスターズの第1幕6パック開けていきましょうね。はい、はい、はい、それではいきますよ。1パック目いきますね。1パック目、アツガルールか。せーの。と、2個目はお肉だね。うん、はい、お肉は持ってなかったね。うん、2パック目、ジバニャン。ジバニャン出た。よし、よかったよかった。となんかさっき勢い余ったけどね、飛来神か。うん、いいの出たね。うん、よし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 、順調。3パック目、カブトムソウと、これ持ってないね。うん、と、またアツガルルか。アツガルル。おーい、4パック目、アゲアゲハ。いいね、持ってない持ってない。と、と、これが持ってるね。うん、はい、残念。5パック目、あー、お肉い。と、おお、ホロ出た。指出た。ホロ。じゃあ最後の6パック目お願いします。せーの。メラメライオン持ってたね。持ってると、せーの、出しからシーン。うん、これもホロだ。うん、より
いいじゃんいいじゃん、うん、はい、今回出たメダルはこちらの飛来神とお肉いだね、うん、それとアゲアゲハとカブトムソウ、うん、ホロのジバニャンとキュービだね。これおなじみのキャラクターが出たね、うん、嬉しいよ、これは嬉しい、うん、そして座敷わらシンだね、うん、あとコロコロについてたね、これもあるんだよね、うん、カブキロイド、これ結構いいホロだよね、うんはい、ということでですね、前回開封した第1幕と合わせて今回で15枚のメダルが揃いましたね、うん、それをこの妖怪ゲラポスティニバスターズ創刊号、これに入れていきましょうか。はい、はい、じゃあ開けましょう、まずね、お身近に討伐用のメダルだね。あ、結構かっこいいんだね、うん、後ろ鬼って書いてある、ほら鬼って書いてある、うん、鬼って書いてある。で、中に、あ、あったね、これがプリズンブレイカーのメダルだ。なんかすごいかっこいいけど、これ本当だ、こんななってる、うん、イラスト描いてある。鬼退治ドンラッコ大作戦だって、うん、ちょっとじゃあセットしてみましょうか。はいはい、はい、こちらが付属しておりましたプリズンブレイカーだね、うん、はい、これもあれだ、これ斜めの線が入ってるやつ、うん、カブキロイドも同じマークだったね、ここね、はい、そうですね。あとお肉いもそうだったね。お肉いもそうなんだ、だからボスメダルのマークなのかな、これね、うん、あー、なるほどね。じゃあこれをここにしまいますね。はい、はい、よいしょ、はい、こちらですね。今回の、このファイルはね、こうやって閉じるタイプだね、こういうふうにね、うん、これもいいね、うん、ね、絵柄だもん。そう、後ろ側がね、絵柄になってて、うん、その漫画書いてあってね、うん、はい、あとね、このバスターズ第一幕で不足してるのは桃太郎にゃんでしょ、うん、あと赤鬼でしょ、うん、あとヌエとダイダラボッチ、うん、でこの2つはこっちのレッドジェイが赤猫団用で、こっちが白犬隊についてる。そう、この2つはね、ゲームについてるメダルなんだって、うん、だからこれはないんだ。あ、ってことはあと4つ。そうだよね、4つなの。あ、4つか、そうか、そう、4つだね。さっきね、勘違いしちゃったんだよね。メラメラインを持ってるかと思ってダブったなんて言ってたけど、実は持ってなかったんだよね、うん、だからここに入れました。あと4つだから、うん、ね、桃太郎に赤鬼、ヌエ、ダイダラボッチ、これはコンプできるでしょ、うん、ね、コンプしたいね、うん、はい、ここ、久々にね、例えばね、フリーだったよね。あ、そうそう、ここにカブキロイド入れましたね、うん、はい、こんな感じでございます。あともう一つ、ここにレジェンド用のあるね、こういうの、うん、何がレジェンドなのか、バスターズで何がレジェンドなのかよくわかんないけど、お肉い、これあんね、お肉いカットくれてる、うん、これ赤鬼、ここがブリーズンブレイカー、これがロビア28号をジーババーン。はい、ということで今回はですね、おしゃべり&お着替えシリーズの、うん、ジバニャンとウサピョン、それと妖怪メダルバスターズの第一幕、あとゲラポスティーヌ創刊号、うん、これを開封してみましたね、はい、面白かったなかなかね、うん、はい、メダルはもうちょっとなので頑張りたいね、うん、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ、バイバーイ。Ah!